盆地治は、日本のお笑いタレント、俳優。漫才コンビ、ザ・盆地のボケ担当。吉本工業所属。大阪府大阪市出身。本名は、長瀬修一。旧芸名は治血液型大型。教国高等学校卒業。なお、父親が、宮崎県東臼杵郡北浦町出身で、本人も、 宮崎は僕の故郷と,とも言えるルーツですね、とコメントしている。少年時代、土曜日となれば吉本新喜劇、道頓堀アワー、松竹新喜劇とお笑い番組の TV 放送に夢中だったという。高校卒業後、蘇我野屋明町が主催する名庁芸術学院の演劇科で学び、喜劇役者を目指すがその演劇科が閉鎖となり、太平トリオに指示し漫才に転校する。 3ヶ月ほど、やらかす一国二朝というコンビを組んでいた。後に、里見雅人と組んだ、ザ・ボンチ時代には、そうなんですよ川崎さん、いたこのいたろうあれ、おさむちゃんですなどのギャグで1980年代、前半の漫才ブームの頂点を極めた。特に、おから始まり、ちゃんですで終わるまで顔を真っ赤にして生き見まくる、おさむちゃんですのギャグで知られる。 2000年に放送された NHK ラジオ、漫才ブームを振り返るでは、おさむ、チャンデスの間があるのは気合を貯めているから、とコメントしている。弟子に、ジミー大成、吉田博、旧キジパング上陸作戦のチャドマレーン、元翼、清のボンチ、清などがいる。1981年、恋のボンチシートで、レコードデビュー。オリコンでは最高位、第2位という、 漫才師が出したレコードとしては最大のヒット曲となった。そして2011年現在まで漫才師としては唯一日本武道館で公演を行った。コンビ解散後は俳優としての活動も始め、テレビ朝日系のテレビドラマ、はぐれ刑事純情派に里見刑事役で長年レギュラー出演した。2004年、フジテレビフジネットワークの特番。 FNS27 時間テレビめちゃに起きてる。楽しくなければテレビじゃないじゃん。でコンビは復活した。ザ・ボンチの再結成に伴い、漫才一本に専念するため、里見刑事役を降板した。ジェリー・ルイスの大ファンで、踊りや髪型などかなりの影響を受けている。本人もいつか、マーティンルイスと共演したいと語っていた。大阪市中央区西新斎橋二丁目にある、 ビジネスホテル、大阪帝国ホテルのオーナーを務めているほか、ジャズボーカリストとしても、関西のライブハウスのステージにも立っている。川島直人はかつて親戚であった。バラエティ、編集演芸中継、編集ドラマ、編集。ありがとうございます。